チャレンジ王者チャンネル。王から始まる UJA、 王から始まる UJA 王者。本日ですね、はい、王者さんにサバイバル技術を身につけてもらおうと。サバイバル技術、はい、最終的にはまあ無人島一人で3週間とか過ごしてもらうんですけど、あ、まあ余裕ですね。そのための練習として、はい、魚を捕まえる技術を。魚を捕まえる、はい、まあ、単純に言うと釣りです。ああ、釣り、はい、はい、やってもらおうと思ってまして、はい、講師の方をお呼びしています。講師、はい、釣り歴38年の JSY さんです。いや、よいよ、いや、ね、いや、JSY さんは、はい、本業ラッパー、ああ、本業アングラー、いや、他に何やってますか？いえ、激怪しい。いえ、よーめ、チェックしな、いえ。やべ。釣り、マジでできる方でして、まあ、はい、僕もかつてずっと釣りたしなんでた時期がありまして、あ、そうなんですね。釣れなかったことが一度もない、いえ。ぐらいの実力者で。へぇ、はい。王者さん、釣りできないじゃないですか。まあ、行ったことあるのは、一生のうちで2回しかない。そうですよね。で、今回ちょっとこれであまりにも王者さんと、まあ、我々スタッフだけで行って、うん、寒い結果になるのも嫌なので、はい、一応プロの方をお呼びして教えてもらいながら釣りにチャレンジと。いや、そんなプロなんですか。うるせえ。そんなプロなんですか。あ、いや、プロっぽいな。お、いや。ということで今から釣り場に向かいたいと思います。フィッシュ、フィッシュメン。ピース、ピースメン。ちゃんと、動き真似してくださいね。え？ピース、あ、こうしないと、あれもしかして釣れないとかそういうこと？ピース、フィッシュ、メン。かかった時には、フィッシュでしたっけ？いや。フィッシュ？フィッシュ、メン。でかかった時には、ビッグワン、メン。ビッグワン！ちっちゃかった時は？スモールワン。いや。このところ間違いないように、うん、そうですね、お願いします。はい。OK です。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。いえ、いえ、いえ、いや、いや、いや、釣りめん、めん、めん、釣り何回めん、つめん、つめん、いえ、素人、いえ、ノーめん、釣れるのかめん、ドックス、 I'm 3めん、釣りめん、あ、いい、めん、いや、いや、いや、パプリカ花が咲いたら、ああ、晴れた空に種をまこう、晴れるや、夢を描いたなな、心遊ばせあなたに届け、届け。ポイントに着きました。王者さん、はい、ここで釣るんですか。まあ、JSY 師匠曰くここが穴場らしい。汚ねし。とりあえずそれしきゃいいと思ってる。とりあえずこれしとけばいいと思う。ということで王者さん、いつものごとくライバルの鳥さんをお連れして、いやいや、釣りバトルに入りたいと思います。 JSY さんはどっかで準備中です。じゃあ2人で始めましょう。はい、まあ、疑似餌じゃなくて本物の餌使ってるんで一応引っかかりやすいとは思います。いや、あそこに見える蛍光の浮きあるじゃないですか。あれ王者さんが最初に投げた時に外れたやつです。え、王者さん浮きなし、浮きいきなりこうポーンってやったらポーンってすっ飛んでって、あれが王者さんの浮きです。下手だね王者さん。ちなみに真下に垂らしていってこの真下を狙うっていうのもありなんで、投げないで。あ、いるいる、魚、本当に魚は見えてるらしいです。王者さん、JSY さん見ても分かるようにあんま遠くを狙わないで結構見える近場を狙うんですよね、あの人は。ピクピクするのが分かるかな、なんですかね。あ、なんか今一瞬ピクってしたんだけど、
それまたゴミ釣ったんじゃないですか。ちなみに YJC さん釣れそうっすか。YJC あれどうっすか。私はね、ラスケです。ということで、一匹も釣れなかったわけですが、いえー気分はどうでしょうか。いえーいえー、あの家だけだと何も話が進まないのでとりあえずこちらからお題を投げてお二人がなんか答えていただくようなそういう形でよろしいですか。いいえいいえ、ヘイドークスメン、ジーザスジーザスジーザスクライスト、ブッダ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 、仏仏シーバシーバ。じゃあカモン、おもじゃさんが好きな歌って言ったら、アイアイなんですよ。よくアイアイ歌ってるんですよ。イエー、じゃあ誰かのモノマネでアイアイ歌ってください。で誰のモノマネかを片方が当てる。イエーじゃあ王者さんから誰かのモノマネでアイアイ歌ってください。ああマイクチェック、イエー、あい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 、一二三、あい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 、元気があればあい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 。猪木って言ったら多分殴られるんですけど多分猪木じゃないと思うんですよね。猪木じゃないと思います、さすがに。正解はアントニオ猪木。モノマネの意味が分かってない。まず次、いや、俺は動物園生まれ動物園育ち、悪そうな猿は大体友達、悪そうな猿と大体同じ裏の道歩き見てきたこの動物園。いや、まずあいあいしんね、ま、猿絡みであいあいで、大谷さん正解は何と思いますか。ジブラ、イエーイエーネクストネクスト、あい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 、バカチンガー。いや、誰でしょう。いや、いや、武田 AKA 金髪哲也め。おう、ブブー。 This is holy。 いや、いや、いや、あいあい、あいあい、おさるさんだよ。わかった、あいあい、あいあい、うまい、これはうまいぞ。歌詞がわかる。そういうの待ってた。今日は僕たち上野動物園のアルバムを歌いたいと思います。みんな歌える？あい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 、お猿さんだよ。あい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 、歌える？では正解を。
桜井さん殺されるよ。いやダラ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 ダメンダラ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 ダメンダラ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 ダメン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 大嫌いだったそばかすをちょっと好きとなれため息を一つ AB 級の恋は見事にくくずだとうとう一緒に溶けた前よりもっと痩せた胸にちょっとチクッとさあトゲが痛い欲しい占いも当てにならないわマドファッカーマートトークまでいいよああああ一緒に行けたらねえ嬉しくてそれだけで思い出はいつも綺麗だけどけどいいそれだけじゃお腹が空くわ Hungry man ほんと切ない夜なのに Yeah, yeah どうしてかしら、あの人の笑顔も思い出せないの